東都大学野球秋季リーグ第3週第1日1日、東農大3の4、青学大、神宮、1回戦が行われ、青学大が東農大に4マイナス3で先勝。先発メンバーで唯一の4年生となった主将の佐々木対内野手、県議不省、が5回に勝ち越しの口火を切る左中間への二塁打を放つなど4打数2安打1打点の活躍を見せた。 大事なところで1本が出てくれる一番打者で牽引、牽引してくれているのは本当に大きい、と称賛した。9月25日の日大1回戦で右手に支給を受け、途中交代となっていたドラフト1位候補の西川師匠外野手、4年、京都、龍谷大平安は検査の結果、右手人差し指第一関節にひびが入っていたことが判明。 全治4週間から6週間の診断を受け、ベンチ入りしたがこの日も欠場した。